様です。それでは15週目の見通しを材料の方から見ていこうと思います。今回も経済指標カレンダーをね、参考にさせていただくんですけども、15週目の駆け出しってのは特に強い材料がないところからスタートします。普段からあんまりね、値動きに関係のないこういった材料が月曜日の朝に並びますんで、まあ月曜日はね、結構早くから勝負できるんじゃないかなと思います。で、そのまんま何もないまま月曜日は終わっていきます。で、同じマーケットを引き継ぐわけなんですけども、火曜日も何もないまま終わります。で、水曜日もね、だいたい何もないんですよ。で、深夜にアメリカの方で CPI が出るよってことなんで、ここで動きがあるでしょうね。つまり月火水で一つの、テクニカルな塊があるよってことです。で、値動きがね、152円に達すると、ここで口先介入みたいなのね、入れるのにはベストなタイミングじゃないかなと思いますね。そこも、ちょっと頭の隅に入れときましょう。で、水曜日が明けて27時。これがですね、深夜3時ぐらいになると思いますけども、FOMC の議事要旨っていうのが出てきますね。ですんで、深夜3時にはちょっとまだ手が出せないんですけども、朝6時とか9時とかに徐々に全容が分かってくるかなっていうので、木金のマーケットができていきます。で、日本から特にね、特別な材料出てきませんので、そこはいいんですけども、まあアメリカから木曜日の夜も多少出てくることと、EU の方もね、なんか動きが活発になってきますね。はい、そして金曜日ですけども、もうすでに米国雇用調整も出てますんで、金曜日はこのまんま、さーっと言って終わりということで、全体的にね、材料は少ないんですよ。注意するべきは、水曜日の深夜とか、木曜日の明け方ですよね。朝3時とか、あの辺だったと思いますんで、分け方としては、月火水っていうグループと、木金っていうグループ。まあ、これだから第14週目と同じですよね。で、14週目みたいに、ものすごく値動きが小さい場合もあります。こういうふうに材料が少ないと逆にね。そういう場合は、貼り付ける人を15分で、追いつけるかどうかっていうところになりますんで、それぞれ時間軸をね、変更するなりして、挑戦していく。まあ、もしくは、もう、値動きが少なすぎて、やれないんだったらもう、やらないってことですよね。まあ、でも、このね、14週目の後の値動きの少なさの15週目ってのは、ちょっとそろそろね、15分で1時間ごとにチャートを見に来る、貼り付きにも挑戦してもらいたいかなとは思いますね。はい、それでは、カレンダーの方は以上です。